大守護者様に気に入られたようだな。僕も君たちの行動を制限しなくていいとの命を受けた。なんたってお城の主だからね。リーダーとしての自覚がすごい。ああ、かっこよかったな。それじゃあ僕は公務があるから駐屯所に戻るよ。ベロブルグを楽しんでくれ。ちょっと待って、おすすめの観光地とか教えてもらえないかな。時間もまだ早いし、もう少し見て回りたいの。観光なら黄金シアターか歴史博物館がおすすめだけど、博物館は身分証明書が必要だから、先に常冬の火を見に行った方がいいな。ベロブルグで最も意義のあるランドマークだ。音楽に興味があるならカラクリ工房パーペチュアルに行くといい。あそこではたまに野外公演が開かれる。演出者は、いや、自分の目で確かめた方が早いか。それとゲーテホテルへ行くのなら、その隣でシルバーメインが見張りをしている路地を見かけると思う。あまり近寄らないように。そこは最近烈火の影響で封鎖されたばかりなんだ。町の内部にまで侵食が及んでいるのか。厳しい状況だな。ああ、僕たちは今もそれと戦っているんだ。では君たちの幸運を祈るよ。見て、あの氷像の形変わってるね。この町と妙に調和してるって感じ。どんな素材かはわからないが、氷でないのは確かだな。それもそっか、この町って結構あったかいもんね。あれ、あそこに子供がたくさんいる。ちょっと行ってみない？まずは自己紹介を。私はシルバーメインの情報官、そしてこたびのベロブルグ歴史の旅で臨時ガイド役を務めさせていただきます、ペラギア・セルゲーブナと申します。ペラとお呼びください。ペラお姉さん。一部の大人はさりげなく子供の真似をしないでください。ではご覧ください。こちらが常冬の火です。偉大なる剣僧者を記念するために建てられました。剣僧者はアイオン・クリフォトの従者です。彼らが危機を予言し、壁を築き上げ、ベロブルグを建立したおかげで、人類の文明は滅びの運命から逃れることができました。そして今に至ってもなお、彼らはこの町を管理しておられるのです。常冬の火は2つの部分に分けられます。知識と工業の力を意味する歯車と、寒波を意味する巨大な氷の結晶。この二つのシンボルは緊密に噛み合っていることがわかりますが、歯車に封じられた氷の結晶は厳しい自然に屈しないという剣僧者たちの精神を象徴しています。他に質問はありますか？他に質問はありますか？子供たちは他に聞きたいことはありますか？ゆっくりでいいですよ。時間ならたくさんありますので。カラクリ工房パーペチュアル到着。あれ、ジェパードはここで公演があるって言ってなかった？彼はたまにと言っていた。肝心なところを聞き逃してどうする。じゃあ見たかったのに。ところでさ、あれ見て、さっきから突っ込みたかったんだけど、この街って変じゃない？なんで加熱器が家の外にあるんだろう。普通暖房器具って屋内にあるものじゃないの？だとしたら、この町の喧騒者たちは随分単純な思考回路してるみたいだね。性格がもたらした災害はこんなちっぽけな加熱器で防げるものではない。壊れた加熱器相手に結構喋るじゃん。うわ、かっこいいお姉さんだ。
どうも、私はセーバル。このからくり工房のオーナーだ。壊れた設備があったら私のところにおいで。修理する気分になるかどうかは保証できないけど。いやいや、ちょっとこの金付きに興味が湧いただけで。金付きに興味？普通の地図暖房じゃん。行政区のどこに行っても見られるでしょう。お？これくらい平気だって。うちのやり方ならみんな知ってるし。あ、わかった。口の軽いシルバーメインから聞いた係屋が数名のよそ者に会ったって話、あんたたちのことだったのか。これは珍しいお客さんだ。さあさ、金付きのことでも何でもお姉さんが全部教えてやるよ。私たちが見たのはベロブルグで最も一般的な治水暖房だ。見た目は素朴だけど人々の命を保証してくれてる。外の猛吹雪に耐えられる暖房器具がなきゃベロブルグはとっくに死の町になってるだろうね。知らなかった？ベロブルグは2つの円盤をつなぎ合わせたような構造をしてて、上層部は政務と貿易を、下層部はエネルギーの供給と資源採掘を担ってるんだよ。でも数年前に命令が出てからは上層部と下層部の人の行き来もなくなったんだけど。とっくこんなこと言ってどうすんだか。独り言だと思ってくれていいから。ここ特産の鉱物エネルギーだよ。町全体の暖房から個人が使う計算機まで全部地髄がエネルギーを供給してるんだ。地髄はこの星の地下にあって、下層部にいる専門の採掘チームが採掘し、輸送ルートを通して地上に送られてくる。それに対して上層部も同じルートを通して地上にしかない物資を送ってるの。火を使って料理を作るのと同じ理屈さ。家が鍋だとすれば、金付きは鍋の下にあるかまどの火ってこと。なんかどこから突っ込めばいいのかわからなくなってきた。気にすんなって。初めてベロブルグに来たんだろ。この町の人情味を味わってくれたら私も嬉しいからさ。ところで、あんたたち暇そうだね。機器の修理を手伝ってくれない？思考芸だと思えば面白いよ。よーし、じゃあお姉さんがお手本を見せてやる。手先が器用で察しもいい。私の助手にならない？報酬の保証はできないけど、他の福利厚生なら安心していいから。はあ、流されやすいにも程があるでしょう。冗談だって、真に受けないでよ。私は別の仕事があるから、他のところも回っておいでよ。カラクリ工房はいつでもあんたたちを歓迎する。もちろん買い物してってくれるなら大歓迎だ。
ドが言ってた劣化に汚染された路地ってあそこのこと？こんなに町の中心に近い場所にあるなんて。このまま放っておけば近くの店やホテルはすぐに営業できなくなるんじゃないか。下がれ。これは最終警告だ。しかし私の資産証明書が全部中に。まだ何も。列海が町を侵食している。検討者に物資奪還を申請しろ。ここはシルバーメン以外立ち入り禁止だ。列海の侵食が町中まで広がってるなんて。あの路地通りで兵士だらけなわけだ。不可能だろう。性格が活性化している限り侵食は拡大する一方だ。兵士でも一時的に劣化のモンスターを排除することはできるが、モンスターは絶えず増殖し続ける。おじさん、残念ですが諦めてください。外縁通路は今非常に危険な状態なんです。これもあなたの身の安全のためですから。資産証明書をなくしたら死んだも同然だろう。どけ、入らせてくれ。
れた。早くふかふかのベッドで寝たいよ。うちらの開拓の旅って初日はいつも大変だよね。炭鉱もそう思わない？お前がはしゃぎすぎるからだ。ロビー、今夜はふかふかなベッドとポカポカの枕だ。後で枕投げしない？するでしょ。このホテルの枕ならきっと羽毛だと思うんだよね。ミツキ、クリフォト城にいる時。ストップ、言いたいことなら分かってるって。どうせミツキ喋りすぎだとか、ミツキ他人に俺たちの目的を明かしてどうするとかでしょ。はいはい、了解だ。でもほら、いい結果になったでしょ。貴賓扱いされてるし、超豪華なホテルに泊めてもらえるし、現地政府の支援まで受けてる。今回の開拓任務も順調に進むと思うんだ。いや、その話じゃなくて。じゃあ何？クリフォト城にいた時、あの大守護者に何か感じなかったか？もちろん、うちだってあんたたちと冒険しながら鋭い観察力を磨いてきたんだから。何も、普通の女の人だったよ。最初はちょっと声をかけづらい人かと思ったけど、ちゃんと話してみたら優しかった。ただあの人の目、見透かす力があるというか、つまりうちらと話してても遠くにある何かを見てたような。ああ、
俺も同感だ。あの部屋にいたのは俺たちだけじゃなかった気がする。え、何その言い方、急に怖くなってきた。それじゃ炭鉱の目はごまかせないよ。俺の考えすぎか。手を貸すという約束守ってくれるといいんだが。早く休もう。明日の話し合いのために気力を養っておけ。まだやりたいことがあるのか。明日は守護者との面会があるんだ。散策する時間はないぞ。長い一日だったよ。ゆっくりお風呂に浸かってぐっすり寝ようっと。しても口に出さないでよ。早く寝て体力を温存した方がいい。これからの数日間大変なことになりそうだからな。じゃあうちは部屋に戻るね。列車が消灯するのじゃ。気づき直す。そなた
えた。外にシルバーメインが集まっている。好意的な感じはしないな。うちらの迎えにしては空気が重すぎじゃない？それは盲点だったわ。とりあえず会いに行ってみよう。ここで考えていても時間の無駄だ。下でブローニャ様が待っている。早く会いに行け。くれぐれも妙な真似はするなよ。うちら何か大きな事件に巻き込まれたわけじゃないよね。あれ、あんたは昨日クリフォド城にいた。私はブローニャランド、シルバーメインのリーダー代行だ。真に高貴な琥珀の王の名のもと、偉大なる守護者カカリアランドの命により反逆を目論む罪人を逮捕する。大守護者代理としてあなたたちの行動と発言の権利を一時的に剥奪する。裁判団があなたたちを裁くとき弁明の機会が与えられる。以上、無駄な抵抗は諦めてついてきなさい。待ってよ、昨日の話と違うじゃん。今日の面談で重要な話をするって。これは間違いなく計画的な裏切りだ。また囚人になるの？三つも星を渡ってると似たようなことが起きるんだね。それはお前がいつも急に熱くなって計画もなしに行動するからだろう。うちも成長したよ。今だって計画を考えてんの？計画、そうだ、二人ともあそこの路地を見て。あそこは烈海の侵食によって封鎖されている。なるほど、確かに実現可能な計画だな。美月、逃げる準備だ。え、本当にいいの？適当に言っただけなんだけど。小市美穂さん。し、列車組の合図だよ。1まで数えたらうちと一緒に走ってね。訓命無理。おい、何をブツブツ言っている。おとなしくついてこい。一位先進。おで、ではでは皆さんお先。自ら烈海へ飛び込むなんて自信過剰なのか自滅の道を選んだのか。やはりお母様の判断は正しかった。失踪か死亡と報告しましょうか。いや、大守護者様は犯人を捕らえろと命じた。封鎖エリアに飛び込んだとしても追撃を止めるわけにはいかない。生きていようが死んでいようが私がこの目で確かめる。承知いたしました。私が今できることはベロブルグを脅かす悪党の駆逐、それだけだ。あいつら怖くて入ってこれないんだ。これで自由。ざまあみろ。うちらを捕まえるなんて100年早いんだよーた。運も実力の一部だからね。シルバーメインは不意をつかれただけだ。すぐに追ってくるだろう。道に沿って進んで安全を確保してから次の計画を練るとしよう。
一体どんな理由があってあの大守護者は考えを変えたわけ？急に捕まえに来たりして。人が寝てる間に奇襲なんて卑怯にも程があるっつうの。あの女からは不穏な気配を感じた。やはり俺の勘が正しかったということか。て今さら後悔しても遅い。私のリズムに乗れ。うちに出くわすなんてついぎや。くらえ。自分の意志で結末にたどり着いてみせる。本番だよ。反抗も陽動も霊落も全部生死虚実、一年のマナリ、同天元気、超無一角。ふっ、はっこっからが本番だよ。もっと叫びなさい。即戦即決といこう。どけ、騒ぎを起こしたくはない。盛り上がってフこっからが本番だよ。始めるか。くらえ。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきをくらえ。ああ、ルールは破るためにある。準備はいい？反抗も陽動も霊落も全部今さら後悔しても遅い。
この曲をあなた いい感じだ。争いに意味はない。生死虚実、一年のまなり、同天元気、超無一角。今だ。私のリズムに乗れ。うちの出番。いや。即戦即決と行こう。盛り上がってるじゃん。もっと叫びなさい。うちに出くわすなんてついてね。この機会を。シルバーメインだ。気づかれないように。他の方向から回ってきたんだろう。正面衝突は避けよう。他の道を探すんだ。待って。他の方向か。正面衝突はこの門直接開けられないみたい。あの装置を見て、なんか見覚えない？確かに、セーバルの工房で見た気がする。急いで解除しよう。追っ手がすぐ後ろまで来てる。そういうことだったのか。取り付いてみせる。この門は何の装置もないね。あ、あそこじゃない？モンスターが装置の近くをうろついている。先に倒さないと。待って、シルバーメインだ。気づかれないように。正面衝突は避けよう。こっからが本番だよ。もっと叫びなさい。うちに出くわすなんてついてないね。いや、
動け。騒ぎを起こした。列界に侵食されていても、ここはベロブルグの一部、私たちの郷土。シルバーメインは誰よりもここに詳しいの。鬼ごっこは終わり、武器を下ろして私についてきなさい。しつこい。うちらが何の罪を犯したっての？こんなところまで追われる筋合いないって。私が受けた命令はあなたたちを逮捕すること。詳しい罪状と判決は裁判員たちから説明があるはずよ。昨日俺たちに会ったこと覚えてるか？あの時は貴賓としてカカリア殿に招待された身だった。それが一夜にしてこれほどの変化だ。俺たちも納得できない。昨晩守護者様はあなたたちを調査した。そして私を呼び出し、あなたたちが我々を欺いたのだと説明した。あなたたちの身分も目的も全てが偽りで、真の狙いはベロブルグにおける剣装者の管理体制を破壊することだと。はあ、影ひなたのあるおばさん。大守護者様への侮辱はあなたたちの罪を重くするだけ。早く武器を下ろして降伏しなさい。言っても無駄だ、美月。これだけは覚えておけ。俺たちは絶対に捕まるわけにはいかない。逃げ道がないなら列車組の凄さを見せつけてやる。本番だよ。もっと叫びなさい。うちの出番。ほら始めるか。くらえ。大したことないね。仕方ない。私自ら悪党どもに制裁を。はっ、ここへ。下手に動くな。私のリズムに乗れ。即戦即決と行こう。ふっ、退きなさい。あっち行って。ふっ、はいになれ。始めるか。動かないでね。今祝福してあげるから。はっ、逃がさない。ああ、ルールは破るためにある。たまには真面目に行こっか。
うちのとっておきを食らえ。生死虚実、一年の魔なり同天元気、超無一角。ふっ、はっ、己を解き放つ準備はいい？反抗も、陽動も、霊絡も、全部争いに意味はない。盛り上がってるじゃん。即戦即決といこう。くらえ！うちってばなかなかほら。せっ、はっ、はいになれ。あの子、なかなかやるね。ねえ、タンコ、あんたのとっておきでも使ったら？その役はお前に譲る。チェ、つまんないの？降伏しなさい、侵入者。公正な判決をあなたたちに約束するから。この張り詰めた空気を破るつもりはなかったんですけど。何者？息が苦しい。この散歩、助けてくれた友を見捨てるなんてできません。義理はちゃんと通すのがこの散歩なんです。彼らは